なんか消えたと、70ピカラとやばい。いけるか。きたーピコーラの得意分野、きた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 、任せろ。どうしよっかな。あ、終わった。なるほどね。このデカ黄色をどうするかだな。いけそう、ベコなのに。あー、このデカ物をどうにかまずしないといけないんだよ。きた。落ち着け。きた。すべての謎は必ず解ける。これが嘘のペコララってわけや。次のヒントからカードの並び当てを教えてほしい、当ててほしい。クラブはハートのすぐ右隣。なるほど。ハートクラブ、ダイヤもジョーカーもスペードの隣ではない。どこら辺に置いとく。じゃあこうしとくか。ダイヤもジョーカー、ワンチャンジョーカー、これでスペード、こういう並びにしてみるか。ジョーカーもダイヤもクラブの隣ではない。ジョーカーもダイヤもクラブの隣ではないってことは、ここ逆転ありえるね。ダイヤもスペードもハートの隣でもない。え、まず硬いのがここね。ここは硬い。何よりも硬い。この隣はダイヤもスペードもハートの隣ではない。じゃあここにしてみる。ジョーカーもダイヤもクラブの隣ではない。じゃあジョーカーここにしてみる。ダイヤもスペードもハートもとスペードこう。これでどう？ダイヤもジョーカーも、ダイヤもジョーカーもスペードの隣ではない。あ、そういうこと？ここが違う。このダイヤってジョーカーの隣言っていいのか？ジョーカーもダイヤもクラブの隣ではないって言ってるだけだわ。じゃあいいやん。で、ここにスペードじゃない？っていうことは、これでどう？これでどうかな。来た。オッケー。解けたよ。おばあちゃんにしてはな、なかなか難しいこと言ってくるやん。まだまだ最上階に上がりそう。これすごくむずいって。うわー、こうドキドキする。70ピカラット。3333333。ペコロの好きな数字だ。1から9までの数字を1回ずつ使って、ほにゃららひこにゃららは33333になるように、どの数字をどこに入れたらいいか。はいはいはい、わかりました。こんなの楽勝です。まず4で3、必ず。なるほどね、そういう感じか。引くんだって。これちょっとうざいな。何こいつ。下からやっぱやっていくべきなの。だいたいこうやってさ、揃えてんじゃないの？わけじゃないね。でもこれ引くんだからさ、4問題でもいいのか。今ほぼできてましたよ。嘘。ってことはこっち9でいいんじゃない？いや待って、考えろ。こっちが高いやつだったら3問題にもなる。いや、おかしくなる。こんなシュンしないペコないよ。ちょっとやばい、頭おかしくなってきた。これどっちからやってった方がいいんだろう。42ほにゃほにゃほにゃ、9ほにゃほにゃほにゃ。ねえ、今これなんぼだ。42-9、31、これ33ほにゃほにゃほにゃ。ってことはここまでは合っている。ここは強い意志が感じられて、あと876513で333にすればいいんだけども、繰り越しがある可能性があるということか。ヒントください。計算の問題だから地道に解くしかないのだが、コツある。1番の桁と下の桁から考えていくこと。上の段の一番左には4。やっぱ合っている。もう一回。正解は2通り。2通りあんの
7だって。ここ何になる？1になってこっからあと3にすりゃいいんだ。あ、むずい。これが最後のヒントだ。上の段左から4、1、2だ。いいやつを3、9な。12-9は3。これじゃね？これ一回計算して。3と6違くない？3、3、3、40-7は33。わー、いつミルクルパーティーなーい。これでどうかな？むずっ。何この問題、小学生解けないんだから。組み合わせを立つあるどちらを見つけられたかな。見つかってないよ、ベコラの。一番きつかったです、この問題が。その前にこの鍵の謎だね。何よ、7つの正方形。わー、これ大きさとかか。なんだこれ。図のピンとピンの間に直線引いて正方形を7個作ることができるのだが、正方形の大きさは同じでなくてはいい。ただし1つのピンを複数の正方形で共有することはできない。これガチで難かった思い出。これ簡単そうだけどな。俺が積んでやめたところ。7つでいいんでしょ、正方形で。できそうじゃない？これ4つしかできねえ。はにゃ、なぜ4つしかできないのだい。こういう斜め系はないのかい。斜め系は、あー、なんかこれ斜めっぽいのありそうだな。ちょっと待ってね。これ正方形？なんで正方形だと思うの？切れなくてもええやんか。そういうことべこね。多分あんま無駄にすんなよって話なんだろうな。今何個 1,2,3,4,5。 ここもできたはずなんだけどな。そこが取られてるのがちょっと厄介だな。全部のピンを使わないといけなさそう。なるほど、使いづらそうなところを先に埋めてみるか。待ってよ、これ難しいね。これね、7つ。今何個 1,2,3,4,5,6。 あと1個、あと1個。なにここ、なんかが違うんだな。どこが違うんだろう。ここが、あ、待って、目がおかしい。1,2,3,4,5,6,7かー。すべての謎は必ず解ける。やだー、解けたよ。オーケー、メーカー、頭おかしくなりそうだったわ。これちょっとつらかったね。ベコラさん、早稲田レベルきたー。ベコちゃん、早稲田レベル、早稲田に謝る。なんでベコだよ。すごすぎて思わずコメントしまった。すげー、わー。